職業安定法、職業安定法、職業安定法、昭和22年11月30日法律第141号は、日本の法律、日本国憲法に規定された勤労権を保障し、職業選択の自由の趣旨を尊重しつつ、職業紹介や労働者供給について定めている。職業安定法は、雇用対策法と相まって、 公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁または関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと職業安定機関以外のものの行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により各人に その有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、持って職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする第一条。本法においては、何人も公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができ、職業選択の自由。第二条、何人も人種、国籍、 心情、性別、社会的身分、文地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱いを受けることがない。ただし労働組合法の規定によって、雇用紙と労働組合との間に締結された、労働協約に別段の定めのある場合は、この限りでない、均等待遇、第3条。 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集自宅者並びに、労働者供給事業者、公共職業安定所等は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集または労働者供給にあたり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者または、供給される労働者に対し、 書面で以下の労働条件を明示しなければならない。第条の3、規則第4条の2。当初明示した労働条件を変更する場合は、相手方に対し当該変更内容を明示しなければならない。公共職業安定所特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申し込みは全て受理しなければならない。ただし、その申し込みの内容が、 法令に違反するとき、その申し込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が、通常の労働条件と比べて著しく、不適当であると認めるとき、または求人者が労働条件の明示をしないときは、その申し込みを受理しないことができる。第5条の5。これにより求人の申し込みを受理しないときは、求人者に対し、その理由を説明しなければならない。 規則第4条の3公共職業安定所は、労働葬儀に対する中立の立場を維持するため、ストライキまたは、ロックアウトの行われている、事業所に、求職者を紹介してはならない。第20条。公共職業安定所及び、特定地方公共団体、無料の職業紹介事業を行う、地方公共団体、職業紹介事業者または労働者供給事業者は、 労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。第5条の2。職業紹介事業者は、職業紹介に関する事項を、統括管理させるため、厚生労働省令で定めるところにより、 職業紹介責任者を選任しなければならない。第32条の14、第33条4項。地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行うことができる。第29条以降特定地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行う旨を、厚生労働大臣に通知しなければならない。第29条2項。特定地方公共団体は、 無料の職業紹介事業の運営にあたっては、公共職業安定所との連携のもとに、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。第29条の7。無料の職業紹介事業、公共職業安定所及び特定地方公共団体の行うものを除く、以下同じ、を行おうとする者は、学校、 特別の法人等である場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない、第33条1項。厚生労働大臣は、この許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聞かなければならない。ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない、第33条2項。許可の有効期間は、当該許可の日から記算して、 新規の場合は3年、更新の場合は5年とする、第33条3項、規則第32条。有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない、第30条1項。厚生労働大臣は、この許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聞かなければならない、第30条5項。許可の有効期間は、 当該許可の日から起算して、新規3年、更新5年とする、第32条の6。更新の場合、有効期間満了日の3月前までに、所定の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない、規則、第22条。有料職業紹介事業者は、公安運送業務につく職業、建設業務につく職業その他有料の職業、 紹介事業においてその職業の圧旋を行うことが、当該職業につく労働者の保護に支障を及ぼす、恐れがあるものとして、厚生労働省令で定める職業を求職者に紹介してはならない。第32-11。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。